今年成人を迎えられた新成人の皆さんに感想や抱負などをインタビューしました。もう二十歳なんだなっていうのが一番率直な感想で、でも二十歳なんだな、しっかりしないといけなって今いけないなって思ってます。最初はやっぱりテレビでしか報道を見ることができない状態で、あまり電話もつながらない状態だったので、やっぱりすごく本当に朝で起きたのかなっていうのが一番なんかあって、でも実際に阿蘇に帰ってきていろいろそういう家が倒れてたりとか、そういうのを見て、あ、本当にあったんだなっていう実感と、また自分が何かしたいなっていう気持ちがすごくありました。今はまあ大学でそういう地域を活性化する研究をたくさんしているので、まあ阿蘇に何らかの形でこう恩返しというか、自分の学んだことを生かせればいいなと思っています。思ったより早く成人式が来たのでちょっと驚いてます。みんなから頼られて、立派な大人になりたいです。向こうよりちょっと標高が高いのでちょっと寒いんですが、やっぱりこっちの雰囲気だったり自然が好きですね。将来は、自動車関係の、仕事に就きたいと思っていて、自動車業界に携わっていける人材になっていきたいです。20年間早かったなと思いました。大人として頑張ろうと思います。すごい実感はないんですけれども、すごく早かったと思ってます。自立した芯のある女性になりたいです。いろんな人との出会いを大切にしつつも、地元のこういう友達とかもちゃんと大切にしていけるような、そんな大人になりたいです。本当に身が引き締まる思いで、これから社会人の一員として、責任感を持って頑張っていこうと思います。そうですね、地震があったのはリアルタイムで見ていたんですけど、本当に心配で、でも今こうやって、復興してきていて本当に僕自身嬉しいなと思いますし、これからも復興の、力に、少しでも役立てばいいなと思います。そうですね、本当にパワフルで、本当に力をもらって、僕らもこれから、頑張っていこうという気持ちになりました。